はい、大看板です。幹見ますとカバルの特徴のね、幹してますね。葉っぱが広いですね、竹看板よりはね。はい、歌地部材に入りました。これからね、左手ご覧いただきますと貝駒ヶ岳、北沿いから貝駒へ通る稜線がきれいにご覧いただけるんですけどね。はい、うっすら見えてるようですね。右手から双子山、ね、中ほどが小松宮、六方石の半歩を出て貝駒ヶ岳、ね、北沿いからの稜線コースとなっております。